ゴンズイダマゴンズイは生詰めの海水魚である。他の魚と同様、ギギ、ハゲギギ、ググといった、地方ごとに、様々な故障がある。体長10センチメートル、20センチメートル。茶褐色の体に、頭部から尾部にかけて2本の黄色い線があり、養魚ほど鮮やかである。背びれと胸びれの第一等形状には、毒があり、これに刺されると激痛に襲われる。 特に夜釣りでは、釣れたものを手元に手繰り寄せた時に、暗くて、毒トゲが見えずに触ってしまうことがある。なお、この毒は、死んでも失われず、死んだゴンズイを知らずに踏んで激痛を招いてしまうことが多いため、十分な注意が必要である。毒の成分は、タンパク毒であるため、加熱により、失活する。主に朝場の岩礁や、防波堤付近などに群れる。 集団で行動する習性があり、特に幼魚の時代に著しく、彼らの群れは巨大な団子状になるため、ゴンズイ玉とも呼ばれる。この行動は集合行動を引き起こすフェローモンによって制御されていることが知られ、軍独自のホスファチジルコリンによって、軍を認識したりコミュニケーションを取ったりすることが示唆されている。夜行性。夜間に、磯や、 防波堤周辺を回遊するため、釣り餌されることが多い。ナマズの仲間であるため、生魚になるとナマズとよく似た姿となる。毒針のせいで嫌われるが、毒針さえ取り除けば、白身の微味な魚肉であり、味噌汁や、煮物、天ぷらや蒲焼きなどで食される。南ゴンズイアットブナケンナショナルパーク、金自種に、南ゴンズイがいるが、エラ数、垂直ビレの南上数。 脊椎骨数に差異があるが、外形での同定は困難である。基本的にゴンズイは、本州から沖縄県に分布し、南ゴンズイは、九州から琉球列島、インド洋、西太平洋に広く分布する。この二種は長らく同種とされていたが2008年に別種とされた。応急処置として刺さった棘を抜き、傷口から毒を吸い出して消毒する。 痛みが続く時や痛みと共に吐き気などが続く場合は、病院を受診すること。ゴンズイに限らず、死毒魚の毒は、タンパク質のため熱に弱く、摂取60度以上の高温で、毒成分は分解される。このため、火傷をしない程度の熱湯に幹部を浸すと、毒成分が不活性化し、痛みが和らぐと言われる。ヨッシーの T& h 岸本2008プラトーシスジャポニカスエーニュイルテールキャットフィッシュフロムジャパンブルナルムスナットサイセールエーサプル21から11ネイド800億2059万2744ありがとうございます